あとルーレット、これわざわざベニスで作ってむちゃむちゃ美味しいわ。マジで。お後がよろしいようで。ベネチアのカーニバルは、ベネチア共和国が1162年に戦いに勝利したお祝いとして始まりました。13世紀になると身分を隠すためにマスクを着用されたようになりました。マスクや衣装を着て、人々が自由な振る舞いができるようになりました。ベネチアカーニバルは18世紀になってナポレオンにより禁止されました。ナポレオンはマスクをかぶった暴動者が革命を起こすのではないかと恐れたのです。時が経ち、イタリア政府はベネチアの文化と経済を豊かにするためにこのお祭りを復活させました。ベネチアカーニバルはだんだんと規模が拡大し、今では世界で最も有名で最大のお祝いの一つとなったようになりました。さあ、イタリアへ旅立ち、お見よ、バンビーノ、カーロ、お楽しみくださいませ。さあ、これカプレーゼ、チーズとトマトをジュレ状に、ジュレ状、テリーヌ状にしたやつ。うん、おいしい。これこの牛肉のハムが、うん、ちょっとこのバジルソースをつけすぎて、もう口の中バジルの味しかしない。これもうだってすごいよ、今日の内容も。これうまい。キャビアにロブスターやろ、ほんで黒トリュフやろ、でフォアグラやろ、で黒トリュフのジュレやろ。すごくない？三大珍味が、三大高級珍味盛りだくさん。冬虫夏草とか入ってるんだ。ああ、そっち系っすね。まあこのキャビア、フォアグラ、トリュフにしてもどっちもそんな食べやすいもんではないよね。まあそうっすね、うん、どっちも白ワイン、白ワイン。ここへバース。こりゃうまい。はい、どうぞどうぞ。ロブスターのスープ。すごいな、ロブスターのスープ。あー、こらロブスターのバックボーンを感じずにはいられないね。ロブスターがいかにして生きてきたか、そこまで読めます。ほんまですか。これを食していきましょうか。これだってもうロブスターやろ。これロブスターや、これ。あー、これこれ珍しいんじゃない、これスープにロブスター入れていくって。これこの味噌とかのこの出汁がすごい効いてるんじゃないかな。これ美味しゅうございました。ありがとうございます。次の話はイバルで同時になります。日本語というのは
同時の武道会の話です。イバロテ同時はベネチアの仮面舞踏会でベネチアカーニバル期間の行われるイベントの一つです。この舞踏会の名前は18世紀にベネチア共和国崩壊するまでを収めていた首長の称号である同時の由来します。同時の舞踏会はベネチアの大運河カナルグランデに10号席に建てられた遺産にもらった宮殿で行われています。カナルグランデ毎年舞踏会には昔のコスチュームを身を包みマスクをつけてゲストが400名ほど訪れます。運河から宮殿に到着すると豪華絢爛な装飾と衣装にあふれ、ゲストは素晴らしい世界に夢中になります。1994年にファッションデザイナーでラグジュアリーイベントマネージャーであるアントニアによって生み出されました。アントニアはベネチア生まれで、クリエイティブなアートや衣装ファブリックに情熱に注ぎ、優れた職人の技に愛情とともにイタリアのアイコンとして有名になり、世界中で知られるようになりました。サンマルコ広場の近くのあるアントニアのアトリエには長年にわたり作り上げた1500点以上の作品があります。1999年アントニアはトム・クルーズが出演した名作アイズ・ワイド・シャットの映画の中でマスク紙を作りました。そして今回は皆様のマスクも作ってくれました。アントニアは私たちが大阪でカーニバルを開くことを知り、同時の舞踏会のアフターパーティーのチケットを2枚お用意してくれました。これでございます。このチケットは手にするラッキーの方はどなたになりますでしょうか。楽しみしてます。いたします。おや、これわざわざベニスで作ってハンドメイドでアイズワイで使われてたやつを作った人が作ってるっていうのがすごいよ。トリュフのリゾットマスカルポーネと黒トリュフで、マスカルポーネマスカルポーネがそうですね、フラートです。あえておりまして、周りがちょっと残りますので、で黒トリュフを添えてるってことね。はい、ありがとう。じゃあ食べてよ。どうこれも何も一緒に食べちゃう、一緒にちゃう、置いちゃう。ちょっと箸上げ下手すぎ、箸上げ下手すぎ。おお、うん、あ、おいしい。マスカルポーネ、マスカルポーネの香りもすんごいしてるし、何よりもトリュフの香りがすごいな。このクオリティの料理を
普通にホテルのレストランでも食べれるからね、うん、別にこのパーティーに限ったことではなくて、そこがまだねいいところ。続きましてはパスタのお皿ですね、お持ちでございます。はい、パスタの形見ていただいており貝殻の形ですよ。確かに確かに、本部に家種類のパスタでございます、うん、でホワイトボールなんですよ、ね、うん、12階のイタリアン、うん、スペシャルディッシュは神戸ポークでご用意させていただきます。これだけ見たら幼虫やってほらほら、ちょっと乗せて、こういこう、うん、このコンキリエっていう、やっぱこの面積も大きいし、このしっかりしてるから食感がしっかりしてて、すごいなんか俺麺とかコシある方が好きやし、美味しいわ。これだけで食べれる感じ、うん、こんな感じ。ああいい。ああこれも開いてこうくるんで食べるなんかも最高なんだよ。グー。赤ワインは今日はイタリアのトスカーナ、サントはギリシャの、サントリーニ島のことですけど、はい、15世紀のさあ、じゃあ今からいただいていきましょうか、はい、メインの肉料理ということでイタリアのロッシーニ風ということで、フレンチとかやったらもう肉にこうフォアグラをミルフィーユ状に挟んでとかさ、そうしそう、いい感じのこのまた火の通り具合、フォアグラって生すぎると中が赤くて結構癖がすごい出るから、でやっぱよく火を通してると食べやすいし癖も少ない。この食べ方で考えた人天才やな、ほんまに、うん、肉にほんまに合う、こりゃうまい。インサンと言いましてデザートワインですね。あ、デザートワイン、はい、デザートワインってことはどういうこと？このワインなんかもうなんかデザートにかかってそうなワインですね、これ、なんかデザートワインと解きますし、ランバラルと解きます。さてその心は、心は砂漠って大体デザートなんやろとか言うやん。あ、なるほどねどちらもデザート、ね、そうそうそう、なるほど。お後がよろしいようで、パルミジャーノチーズにバルサミコで、これちょっとこういう感じ、これ歯大丈夫、あ、めちゃくちゃ美味しいわ、ほんまにデザートみたい。このデザートワインを飲みながら、おお、レモンとリコッタのチーズケーキですね。イタリアではミリアッチョと言います。本日はこれに、これが、あ、これアイスじゃないの？見ない。いやもう近所だから。あ、来るんですか？あ、リコッタチーズなんやこれ。アイスじゃないわ。これがリコッタチーズ。で、これチーズケーキがミリアッチョっていうかな。お、こりゃうまい。So we're going to do two things. The first thing that we are going to do is, and I'm not taking any responsibility whatsoever, we're going to put all the pressure on our master of ceremonies, Miko-san. でこれから2つ の, あのイベントがございまして、1つ目は GM は完全に責任取らないとのことで、選んでるのはこちら今回のイベントマスターのニコラ君が完全で責任取っていただくとのことで、そう、ニコさん、ニコさん、そう、we are going to hand over some gift vouchers.
ニコラさんから、いくつのギフトバウチャーか個人の好みで選んでいただき、これから渡します。これから次はラッキードロールの、ゾーンに入りまして、So the first award of the lucky draw is a one night stay at the Royal Suite at the St. Regis. Now, I will not take any responsibility whatsoever. So Nico is going to be the innocent hand. I will hold the box for you. Innocent, right?改めて、ソーシャルティーから責任取らないということで、また他人に選んでいただきました。アイ・インディア、ナンバー3。コレクト。おめでとうございます。ありがとうございます。次のショーなんですけれども、今回のテーマ、ベニスの、このイベントとつながっております。So, what better place to celebrate the carnival than the St. Regis in Venice? じゃあ、そのベニスの実際のイベント参加したいであれば、もちろんご宿泊もセントレジス、ベニスですね。So, the lucky draw has two parts. The first part is a three-night stay.マジで？ベニスのセントレジスの3泊朝食付き2名様です。チケットでございます。The next lucky winner。ではどんな。We have a number 5 and who is in table?5番僕 D D このボールの中の時間はそろそろ終わりに近いになってきました。 This doesn't bring an end to the night. The night is young and the night is long. でもまだまだ今夜のイベントは続きますので、まだまだこれからです。 So from hereWe will move into the other side of the 11th floor where we have set up some special events for you. で、こちらの、お食事が終わりましたら、あちらの方の11階のスペースでいろんなエンターテインメントも準備しております。We have a casino, we have a beer room, we have a whiskey room, we have live music, we have many things happening.カジノもございまして、ライブ音楽もちろんありまして、あとはコーヒー、ティー、ウイスキー、チョコレート、いろんなものが準備しております。So, I would like to call inside of the room to the people that really have really worked, not only today, but for the last 4 months, preparing all the way up to gathering here today. でこの4ヶ月間に時間をかけまして、このイベントのために準備してきた But the truth is that these ladies and gentlemen are the ones that have really prepared this event for the last few months and have delivered tonight. So thank you very much. I'm very proud of you. Thank you. And I want to, to pick a couple of people in particular. So first of all, our master of ceremonies, Nico-san.Please, thank you very much. You know that Nico is the guardian of all of the hotel. We have Ishida-san. Ishida-san is leading the operations team at the FMB. So thank you very much. And that's that.Please keep enjoying, have fun, and if there is anything that we can do for you, please let us know. Arigato gozaimasu.
これは何ですか、これは。これが今、カジノで、そう、カジノで誰が何位。今何ポイント持ってるから、今何位くらいやなっていう見れるっていう。なるほど。システムを。じゃあ、これは、俺、この間3位やったやで。これは、そのカジノで使える、そう、カジノで使えるチップのマネー。3位だね。森さんは3位やったのに。よし、行こう。はい。もうちょっと待って、ね、もういっぱいやん、またまたいっぱいやん。こういう感じよ。こうルーレットもあるし、ここバーになってて、でここポーカーと。ここもポーカーやってるのか。ポーカー、ポーカーと何やったか、ブラックジャックか。おお、ここは何、ブラックジャック、あ、バカラか。ここは演奏ブース、かっこいい、かっこいい。さあ、あのね、ボールルーム、ここ、あの、セントルイスのね、パーティーのね、このボールルーム、この辺ちょっとこう、エスプレッソマシンとか、エスプレッソマシン、おかしい、おいいいい、これサーターアンダギーだ。クッキーやろ、で、フィナンシュ。バカそんなバカな言って、こちらの演奏とかに、ちゃんとああいう拍手とか山崎とか全部置いてる。こういう感じ、チョコレートも置いてる。いい感じにこうちょっとこねくり回した感じの。これはなんていうんだろう。このチョコレートなんていうんだろう。なんか、なんかっていうような。なんかですね。なんかかかってるやつだ。あ、トリュフチョコ。正解です。トリュフチョコ。当てるよ。当てます。ガウ。ブラックジャックかな。ここはお酒を作ってくれる。ここはカクテルとかモクテルとかソフトドリンク。ここがポーカー。あっちのテーブルもポーカー。わあ、ルーレット。これもブラックちゃんかな。だいぶ昔から。あそこからこうパーティーエントランスこう入って、そこのボールルームで、ボールルームで、ディナーね、が振る舞われてたっていう感じで。で、これ、これ取っても何も、誰が何ポイント取ってるかってやって、結果終わってからしか出されへんと思うけどな、これ。タイムリーな数字は出されと思うやけど、これからこれも綺麗よ。おい、
About the money.